こんにちは、あやです。今回は GU での購入品を紹介しようと思います。それではレッツゴー。はい、まず1点目はこちらです。これはワッフルセーターナチュラルの M サイズ、お値段が990円プラス税です。めっちゃ安くないですか？990円です。こういう感じの生地で、これワッフルって言うんですね。これワッフルっていう生地で、真っ白ではないちょっとオフホワイトがかったセーターです。こういうのを一つは持っておきたいなって思って買いに行ったんですよ。じゃあもうこの値段であったので買いました。これはもうどんな服とでも合わせられると思うので、ほんまに1枚持っといたら便利かなって思います。こんな感じです。はい、続いての商品はこちらです。じゃーん、あれ前の GU の購入品紹介でも黒のタイトスカート買ってたんですけど、またまた黒のタイトスカートです。これはベッチンタイトスカートブラックの M サイズ、お値段が1990円プラス税です。こんな感じの素材で、結構あったかそうな感じなんですけど、ご覧いただいたら分かる通りホコリがめちゃくちゃつきやすいです。でもこれ何が良かったかっていうと、これほんまに細見えやなって思いました。前の GU購入品で紹介した黒のタイトスカートは、あのリブの、あのセットアップになるような感じのリブのタイトスカートやったんですけど、あれよりももっとこうすごく使いやすい感じのタイトスカートやなって思って、めっちゃ可愛いって思って買ったんですよ。でこれはなんかちょっとブラウン系のものもあったんですけど、めっちゃ迷ってめっちゃ迷って、でも自分の手持ちの服と合わせる時を考えた時に、やっぱ黒が一番無難かなと思って、無難なこの黒を買いました。はい、続いての商品はこちらです。これはレースフリルネックティーブラックの M サイズで、お値段1490円プラス税です。こんな感じのスケッる感じのレースで、袖がパッて広がって可愛いんですよ。ニット着た時とかに下に着といて、この首元だけ見せるとかいうのがめっちゃ可愛いなって思って、黒一枚持っとったらほんまに着回せるなっていうのを思って、でこれ安かったしほんまに便利そうやなと思ったので買いました。もちろんこれだけでも着ても可愛いと思うんですけど、見ていただいたら分かる通りほんまに透けるので、私今中に黒のインナー着てるんですけど、このインナーの布がないところがほんまにスケスケなので、インナーをちょっと考えないといけないかなって思うんですけど、これも1枚持ってたらほんまに着回しが効くトップスかなって思います。はい、続いての商品はこちらです。かわいい。これはフェイククロコショルダーバッグブラックの、お値段1990円プラス税です。見てください、このバッグ。これ発売されたのを GU のアプリで見た時からめっちゃ欲しくて、これはカラー展開が黒と赤茶色があったんですけど、私はもう何にでも合わせる黒がほんまに欲しくて、でもこれはなんか超大型店にしかないみたいで、そういうお店を探して買いに行きました。こういうショルダーバッグになってて、ここで紐の長さはある程度は調整できるようになってます。穴がここからここまで6個あります。今よく使ってるバッグもこういうショルダーバッグのものなんですけど、それも GU で1月ぐらいに買ったんですけど、もうほんまに使いやすくて、この値段でこんなに使いやすいバッグって、ほんまに GU 最強やなって思って、でもこれも安心して買いました。結構中入るんですよ。こんな感じで中にポケットがついてる感じですね。長財布もギリギリ入ります。でも長財布入れちゃうと、ちょっともうあとはもうハンカチとリップをそのままぴょぴょぴょって入れたりとかするぐらいしかも入んないんですけど、でも長財布も一応入ります。私は普段から結構このちっちゃい財布なので、それとこういうちょっといろんなもの、リップとか目薬とか、ちょっとこう細々したものとかをまとめて入れるポーチは絶対持ち歩いてるんですけど、こんな感じでぴったり入ります。で、あとハンカチ入れることもできるし、必要最低限のものは入るんですよ。
紐もしっかりしててすごく使いやすいなって思います。なので GU のこういうショルダーバッグはほんまにおすすめしたいです。はい、最近購入したのはここまでなんですけど、実はちょっと前に GU で購入したものがあって結構日経っちゃったので紹介どうしようかなって思ってたんですけど、めっちゃ可愛いし GU のアプリで見てもまだ商品が残ってて、しかもちょっと安くなってたのでちょっと紹介しようと思います。はい、こちらです。じゃーん、これはメンズなんですけど、メンズのウールライクイージーアンクルパンツのチェック S サイズの1990円プラス税です。これメンズなんですよね。でもこれ結構前に買ってて、この前の島村の購入品でもこういう感じのチェックのズボンを買ったんですけど、これは本当は彼氏にいいかなと思って勝手に買ったんですよ。でもめっちゃ可愛いし一緒に履けるかなって思って、これ女の子でも全然履けるサイズだったので、そうなのでちょっと紹介させていただきます。これはほんまに男の人に履いてほしいなって思って選んだんですよ。今は多分もうこれ同じのは売ってないと思うんですけど、このなんかイージーアンクルパンツのこういう感じの形のズボンはこの前見に行った時も売ってて、でもこういうズボンなんか男の人が履いてるのが結構好きで、履いてるだけでなんかおしゃれやなって思ったりするので、男の方にもこれはほんまにおすすめやなって思うし、女の子もこれはいいなって思うので紹介させていただきました。ちょっとウエストが大きかったんですけど、中にこんな感じで紐がついてるので、これでくくればウエストを合わせることができます。実際履いてみるとこんな感じであんまり違和感ないと思います。メンズのものでも可愛いなって思うものって結構あって、全然気にせず着ちゃうんですけど、もうその一つとしてこれはほんまに可愛いなって思いましたし、こういう形は男の子も女の子もどっちが着てもめっちゃ可愛いなって思います。はい、最後なんですけどこちらです。じゃーん、こういうジャケットを買いました。これはオーバーサイズコーデュロイジャケット M サイズ、お値段が3990円プラス税でした。これもめっちゃ可愛いんですよ。もうほんまに紹介したくて、でも日経ってしまって紹介できてなかったんですけど、やっぱり可愛いなって紹介したいって思ったので紹介しました。しかもこれ GU のアプリで見たら安くなってたんですよ。でまだあったので紹介します。名前の通りこれはコーデュロイになってて、そう、私もこういう白オフホワイトっぽいこういうコーデュロイのジャケットがもう去年からめっちゃ欲しかったんですけど、なかなかこういいの見つけられなくって、で今年自由行った時に見つけて、しかも後ろがめっちゃ分かりますか、こんな感じでダボってこうちょっと丸みのあるダボって感じなんですよ。羽織るとこんな感じなんですけど、後ろにちょっとこう落として着ても可愛いし、落として着なくても後ろがめっちゃこういい感じにダフォってなってるんですよ。もうこれがもうめちゃくちゃ可愛くておすすめしたいなって思った商品です。はい、購入紹介は以上になります。いかがだったでしょうか。 GU って毎週月曜日に新商品が出てるので、ほんまちょこ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 行ってこうちょこ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 買ったりしてこう紹介しそびれることがあるんですけど、でもやっぱりいいなって思ったものは紹介したいなと思ったので今回紹介させていただきました。何か気になるものはありましたでしょうか。よかったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタやツイッターもやってるのでぜひ概要欄から見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。